どっちあります。ということで今日なんですけど、勇気足元から、ラストデリバリーですね、今年の春夏最後を締めくくるデリバリーということで、こちらのバッグが入ってきましたので、今日はこちらをご紹介しようかなというふうに思います。こちらですね、当店に入荷いたしましたのはこちらの、ポーチタイプの、バッグでございます。最初に言っておきます。こちら、7万5000円でございますね。はい。です。今回、勇気足元初ですね、ブランド単体でバッグをリリースの初です。今までも、バッグはね、何シーズンかに継続でリリースはされてたんですけど、そして北山という企業とのコラボレーションのラインだったんですけど、今回初めてこうブランドがね、一からというか、まあブランド単体で出したコレクションになります。こちらです。で、こちら、まあ結構ショーとかでも目立ってたと思うんですけど、ポイント、一番ポイントは、ここですね。パチパチパチと。いう感じで、こういう風にこうデタッチャブルというか、ドッキングされてるんですよね。なんで2つのバッグ、2つのこれくらいの小さいポーチ、小さめのポーチが、こういう風にスナップボタンで、ドッキングされてるというのが、まあ、このバッグのまあ一番の特徴でございます。なので、まあ、2 in 1というか、両方それぞれで使えると、まあその時の荷物に応じてね、まあ、これくらいの手下げくらいの感じだったら、まあ、これで、もいいし、まあ、これでもいいし、まあ、これを2つでこうパチパチパチってもいいしっていう、感じでございます。で、それぞれ、はい、こういうふうにジップで、ジップが、で、開閉されて可能でございまして、まあ、こういう感じですね。中は、まあ、ちょっとパカッと開いて、内ポケットがね、3つかな。大きめのが1個に、小さめのが2つくらい。入るっていう感じの収納だから、まあこれ一つでも、まあ割とお財布と携帯プラスアルファ、まあ例えば AirPods みたいなのは入るから、結構もう本当必要最低限くらいだったらこれくらいでもいいかなと。一個でも割と、はい、いわゆる普通の何ですか、サコッシュとかあるじゃないですか、まああれくらいの収納力はありますので、一個でもまあそれくらいですね。まあそれが二つって感じです。で、まあちょっとこういう、タグというか、はい、ついてて、まあここにもちょっとポケットありますね。うん、パスケース的な感じ。はい、で、もう一つの方は、ですね、まあこういう風にスナップボタンがパチパチパチってなってて、まあこれもまあちょっとデザイン的な感じで表に見せてもいいと思うし、まあし、まあこれこっち側でね、こっち側にすれば、はい、こういう感じで。こちらジップが2つですね、配されてるっていう感じです。内側の構造は一緒かな、さっきの方と内側は一緒で、こちら外側にももう一個こうちょっとこう面白い付き方ですよね、このジップもね。でもパカッともう一個こういう感じですかね。なので、はい、っていうイメージです。なんで、まあこのジップが、まあ、ポケットにもなりつつ、ちょっとデザインにもなりつつっていう感じの、イメージですかね。はい。で、ショルダーのところも、はい、これでちょっと YH みたいな、ちょっとこう、肩押しもされてたり、ちょっと太めですね。ショルダーのこのストラップは結構太めのレザーっていう感じで、結構もう全体的にレザーがふんだんに使われてるというか、なので結構高級感がやっぱある感じですよね。これ一つでもね、はい、十分。まあそういう感じですかね。はい。こういう感じです。で、皮はね、これなんだっけ、牛かな、ちょっと忘れましたけど、ちょっとこう、硬めというか、まあ、めちゃくちゃソフトなね、なんかなんていうかな、脂肪があるようなソフトな感じじゃないですね。少しこう、ハードめなんですけども、しっとりしててっていう感じの、はい、バッグでございます。いいのではないでしょうか。こんな感じでございます。はい、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひともチェックしていただきたいので、基本的に再入がございませんので、よろしくお願いします。はい、そんな感じで。これからね、春のお出かけとか、含めいいのではないかなと思います。はい、そんな感じです。